はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。勝者のガチマッチをしましょう。勝、はい、というわけで、はい、さあ今回もやってまいります。はい、世界中の、迷えるイカちゃん、イカおじ、イカおばたちの、迷える動画を見て、西田くんがアドバイスをするという企画でございますけども、はい、さあ今回も迷ってる方来ましたけど、ちょっと今回はちょい変わり種のね、はい、武器でまた聞きますけども、うん、はい、今回の方はどんな方ですか？今回は、はい、ハイドラントカスタムを使っている、はい、ミウサイさん。ミウサイさん、はいはい、ミウサイさんという方です。なるほど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、この動画が上がってる前に、お、私ハイドラントカスタムを多分持ってると思うので、はい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 、もう気持ちはわかると。多分ミウサイさんのために持ったわけでしょ、ハイドラを。そうだね。だいぶ手厚くだから今回は、ね、まあちょっとね、さすがに使ってない武器のことにちょっと言いづらいから。まあね、なんかそのそれこそスパッタリとかね、まあそういう攻め武器とかはわかりやすいけど、うん、ハイドラはかなりちょっとね、普段防衛武器はあんまり使わないので、普段使ってるのと違うから、まあざっくりね、はい、あの試合中にこうした方がいいよみたいな、その試合の流れでの、うん、キーポイントみたいなの言えると思うんで。なるほど、まあ、そこ中心にはなりますけども、はい、やっていこうと思います。はい、しましょう、はい、お願いします。ミウサイさん、はい、少し前まで、あ、いつも楽しく動画拝見させてもらっています。ありがとうございます。少し前まで S 隊で活躍していたのですが、最近は A 隊で頑張っております。お、ハイドラが好きで使い続けております。自分が自覚している、課題はルール関与と、状況把握ができていない点です。何かアドバイスいただけたらなと思い動画を撮りました。よろしくお願いします。ありがとうございます。そんな早口で、はい、ウーマンラッシュアワーさんみたいだったね、今ね。うん、まあただ今回も封じという一言はなかったね。マジ、まあ俺に、あの西澤さんもなかったけど。ああ、まあじゃあ OK、 だからもうまとめて今2人に、うん、まあ俺にかな。俺に DM してくれてる、ね、はっきり言ったらね、別に俺のこと書かなくていいよ。よく分からんしみたいな。まあでもそれを、でも気遣いが今まであったということは忘れないでほしい。そうやって気遣いしてくれた人もいたということをね、比べられてるという自覚をね、はい、私の中では比べております。封じは比べるからね、気をつけた方がいいですよ。はい、はい、まあ、そんなハイドラントを使ってる、はい、まあでもね、その反省点もまた、うん、あるということなので、それを踏まえて、はい、水田君に見ていただきましょうか。はい、行きましょう。早速行きましょう。はい、はい、さあまずこれギアからですね。はい、はい、まあ一足と、安全靴と耐物、スパジャン、うん、イカ速 0.1、 はい、ああ、俺この前動画で持った時はメイン性能積んだけど、あー、なるほど、この辺はもっと上手い人の参考にしてもいいかも。うんうん、うん、ギアに関しては、まあ確かにね、ギアは、うん、まあいろんな人が上げてるので、うん、まあ、そう見た結果かもしれないし、耐物あればいいと思います、とりあえず。なるほどね、はい、耐物は大事、うん、まああと一足ある程度なのかな、多分、うん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 、うん、戦いやすいよね。はい、さあモンガラヤグラですね。はい、はい、モンガラヤグラ、まずヤグラというところがちょっと大変というのは、はい、前の動画でもね、2作言ってましたけど、うん、はい、まあこれ相手ジェットミサイルバンバン飛んでくる、赤ザップもいるからミサイルももっと飛んでくる。ホントだ、ハイドラにね来るミサイル辛いからね、うん、あのクラブラもミサイルですからね、うん、全部ミサイルです。だからあ、でもプライム以外、このお初動ここにトラップ置くっていう、多分この人の多分、あ、もう定石お決まりみたいな感じなのかな。はいはいはい、まあでもこういうのあるのいいっすよ。確かにね、うん、作戦がちゃんと頭の中にあるのはね、うん、すごく強いですからね、うん、はい、ここを置いて、あの網上から守る、うん、そうか、網上からこの真ん中の橋と矢倉どっちも見れるのか、うん、さあですが、もう右も攻めてくるか。そう、これね、倒せないのよ、わかるよ、俺使ったからわかるよ、それ倒せないのよ。確かに使わずに見てたら、いや今の倒したかったとかって言ってたかもしれないね、うん、あ、これね、一番死んじゃいけないタイミングで死んでるんですけど、あら、これ味方死んでて、はい、今二落ちしてます。でここから戻ってくるタイミングだね、はい、これそうですね、はい、戻ってきて1人戻ってきた。でもここでもう一回戻ってくるんだけど、はい、この入れ違いでこれ死んじゃうと、これ入れ違いで死んじゃうと、はい、やばいんですよこのゲーム、うん、まあね、うん、結局その相手からしたら、敵の数変わってないってことだからね。そう、ずっと4対3ずっと減ってる。そう、4対3、4対2、うん、ずっと戦えてるっていう状況になるんで。なるほどなるほど、これ相手からしたら超楽。そうですね、なんでまあここの状態で言うと、まあイカこの打ってるからちょっとイカ見づらいと思うけど、はい、しんどそうだったらジャンプして帰るか、うん、もうこっち右でもう対面するか、引かないでもう戦いに行くか。まあもうインクもね、うん、もう全然ないから。そうだね、まあ、ちょっとこれは困っちゃったという状態でしょうかね、うん、とりあえずっていうところにちょうどで、まあここで死ぬと、まあ、第二関門味方が頑張らない限りは第二関門まで行っちゃうんですけど、おなんだかんだで、さあここの止める止める位置ですが、
ああ、まあまあまあ、でもやってくれた。相手も相手で状況多いよ。いいですね。相手も相手で状況確認がやっぱり早いタイプではないので、はい、うん、点落ち、こうなったね。いいよ。でも中央押さえちゃってもいいし、あ、ごめん、はい、ここね、もっと前出ていい。ほら、手前のこの地網じゃなくて今ここまで出れる。はあ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 、なるほど、うん、やっぱり前出れば出るほど強いから、うん、長い射程の武器って。そうだね、逃げ場がなくなっていくからね、うん、どんどん相手の。確かにあそこまでギリギリ入れたね、確かに走っていけば、うん、でしかもためが間に合った状態で今敵が突っ込んできた可能性もありますからね、うん、あ、そういうのも狙ってもいいかもしれないね。あ、これはよくやるけど、何の武器でもやるけど、まあ、ちょいアグレッシブな感じに動くのも悪くないと。まあ、あそこに入れる人って、はい、今ミュウサイさんだけだったんですよ。あー、位置とね、そう、うん、武器がどうとかじゃなくて。なるほどね。そう、位置的にね、立ち位置的に左1枚、右1枚だな、これ。あと1枚、こう1枚しか見えてないから、右気をつけた方がいいの、これ。左より、こっちは気をつけた方がいい。うーん、もう見えてるね。これ痛い。うーん、まあ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 、ほら、まあ、もう1人いたでしょ。本当だね、手前側も入ってたね、うん、絶対いた、2人いたもん。そうね、うん、で、1人しか左見えてないから絶対右に行く。なるほどなるほど、はい、そのやっぱちょっと広い視野で見なきゃいけないっていうのがありますよね、うん、まあ、モンガラは前の動画でね、俺バッテラやってあんま乗んなかったんですけど、うん、モンガラは乗ってもいいのかな、こう見ると。ああ、なるほど、うん、でも血を抑えるのも強いと思うけどね。ただ、そうですね、壁使われるとちょっとしんどいとこあるかもね。はい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 、はい、敵に。あ、ここもね、ほら、はい、これさ、敵がさ、まだこの辺にしかいないじゃん。まあ、塗りの状況とか敵味方の位置見たらね。そうそうそう、うん、だから今ここの位置に立ってて、うん、敵この辺にいるだろうなーで今多分ここ立ってんだけど、はい、ここまで入れるから、これ。そうだね、うん、ここに立ってるとここまで譲ってることになるから、この、確かに、この辺まで今マウス見えてるかな、うん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 、この辺まで譲ってることになるんで、うん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 、なるべく高い位置から下がる、はい、高い位置に一回入って射撃して、あ、ここにできるぞってなってから下がる、はいはいはい、でここの位置に立つ。一回見に行った方がいいですね。そう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 、はいはい、どこまで行けるか。そう、すぐね、低い位置で構えない方がいいです。なるほど。相手からしたらラッキー、ここ簡単に取れちゃうからね。うん、いいよ、下がって、ああ、いいですね。まあ、それもね、敵の位置が分かってないとできないと思うんで、うん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 、やっぱりこまめにこの今とかほら余裕じゃん。余裕だね、今敵一人やって、うん、時にこのイカ見るね、そうか、他の武器よりももっと大事かもね、イカの状態とか見るの、うん、あ、ほらほら、いいよいいよいいよ、ちょちょ、ってことは真ん中が左にでしょ今これ、うん、ひえっ、ナイスナイス、お、下がる、うん、まあ、細かいこと言うと変えなくても全然大丈夫だけど今ね、うん、まあ、手前側でね、うん、でも詰められてる、うん、この間になんと、うん、めちゃくちゃ有利に見えたんですけどね、まあ、ね、今ここはね、ここでね、うん、進められてたやつね、う、うん、左寄っちゃって、あ、まあまあ、ジャンプで帰るのは正解か、この状況だ。そうだね、うん、で、進められちゃったと、ま、うん、まあ、ハイドラはやっぱ急にはね、打ち出せないから、これ、モンガラとか、はい、あと、ニューオートロとかでもよく、俺もやるんだけど、うん、はい、ヤグラ戻ってないのにライン上げてる敵に対してヤグラ盗んで先に進めるやつね、はい、スティールするやつね、うん、これはケアしてしたかったけど、まあ確かにその一番後ろにである可能性が高いハイドラがいるなら行こうってしちゃうもんね、うん、敵も、うん、ああ、もうこんな前まで来てるから、じゃあ行っちゃおうかな。そこは難しいとこだね。まあ入れないと難しいよね、いろんな状況、今もうそこいないんでね。あ、もう前出ていいんですよ、それ。難しいね、それね。行きたいね、それ。打ってあげたいね、一緒に。ああ、打ってあげたいね、それ。そこにずっといる敵が。確かに、あれは別にやらなくてもね、塗るだけでも。塗り出すだけでも今すごい味方助かったけど、ずっと打たないで溜めてたから、あれ打ってあげたかったね。なるほど。それは良くないかもしれない。なるほどな、ちょっとこれはやっぱこのハイドラ視点で見ると相当難しそうに見えるね、うん、ハイドラってこんな感じなんだってのが見えますよね。もう乗ってあげないと普通だな、
かせるか。おう。持ち上げるか左押さえに行くかなんだけど、左押さえに行くのは正直このため武器だときついんで、はい、乗ってあげた方がいいねこれ。まあそうね。うん。さあ倒しはしたけど残り10秒。はいよ。これは一番前がヤグラになっちゃってるから、もう中央行くしかないかな。ああ落ちた。まあしゃあないな。なるほどなるほど。なるほどね。という展開と。はい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 。はい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 。まあヤグラちゃんと見てあげたかったね。戻るまで中央までだからなんだろう。歩行を割ってさ、うん、置いとくじゃん自陣に。あの中央に戻るまで。うん、あれと一緒でヤグラも中央に戻るまで見とかないと。乗られるんすよねこういうマップ。確かにね、うん、壁から登ってきたやつ、あの正面の壁から登ってきたやつがするって左抜けて、うん、結構多いからね隠れられる場所が。そうそうそう、はい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 、大体のマップでそういうのできるんですよ。バッテラとかもできるし、うん、そこはやっぱ戻るまで見てあげたい、うんうんうん、見つつ、他の敵見るで結構それぐらいのんびりしてもいい武器だもんね。後ろからこう、まあそうだね、行ってあげるというか、うんうんうん、なるほど。確かにそれは結構普段はあの前爪武器が多いから、うん、あ今もうじゃあ人いないから前行けってなるけど、うん、ハイドラは意外とそういうところでちゃんと 手堅く見てあげなきゃいけない場面があると、うん、なるほど。まあ、一番気になったのはもうちょっと高いラインで守れんのに、うん、自分のなんか好きな位置に行っちゃって、はい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 、あの金網のとこね、はい、アミンとこね、うん、行っちゃって、うん、あのライン、あの場所エリアを明け渡してるのが気になったかな。なるほどね、はい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 、もうちょっと前目に行ってもいいと思う。さあ2試合目、うん、こちらもモンガラキャンプ場ですね。はい、はい、さあモンガラヤグラですね。おおちょっと短ですね。アーマー4ですね。あじゃあ、必戦が雨ですね。あれ雨の、うん、さあこれは、まあ、ここに置いて、あそうだね、あいいよ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 。で、あーいいね、まあ、敵来たから引くでいい、うん、すごくいいですね。いなかったらそこの角まで入る、それでいいっす。これは今いい動き見せてくれましたねすごく。で、その手前に切れば分かると、うん、あと1試合目トラップここの最初の1回だけでなんか他あんま置いてなかったから、あートラップの数がね、トラップもっと置いた方がいいと思う。強いマジで。手前いるよそれ。うーむ、おおいいですね。ゆっくりゆっくり、うん、いいですよゆっくり仕掛けて。今進んじゃってんで早く行かないとダメなんですよ。これはむずいね。これ倒せる。おー着地。あー右入ったのかな。こっち行きましょう。はい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 。まあやっぱね難しいな本当に。倒さなきゃで狙い定めるとそういうの見づらいしね。うん、うん、おいいよ。トラップがねだいぶ、まあ、右いいトラップを置き場あるからもう一個置けるからね、うん、いいとこ置きたいよね。トラップはマジですよ。俺もバッテラーでやって思ったけど、うん、バッテラーじゃねえや。トラップはもう要。そうね。うん、詰めてくるのに対して。はいはい、手放し、そっち見なくていいんだよ、そっち。置いとくと。置いてある方はね。うん、確かに。だから味方増やすようなもんですからね。そうそうそう。で、詰めてきた敵、ねえ。もうそれと一緒に射撃できるし。そう、足場なくなって、しかもこっち丸見えになって、うん、激有利な状態に整えますから。放射点のトラップはマジって、うん、あー左入った。これね今、うん、これあのフージーのプレーの時も言ってるんですけど、はい、左にもうすでに1枚いる状況で左行かなくていいですここのマップ、はい、確かに1枚で十分だよね。1枚で十分、しかも左飛ぼうとしてるからね味方ね、うん、でこれ中央が取れてないんで中央からあの矢倉の方に刺されて進まないと思うんですけど、うん、みんな、うん、まあ、進まないよね。こっちが取れてないからね。そうだね。せっかく味方が今左取ってくれてたのに、はい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 、後から来るのは良くない。これはそうだね。味方のポジションを奪うのは良くない。特にハイドラはまあ最後に来ることが多いだろうから、うん、ちゃんと敵や味方がどこにいるか見て、まあ、真ん中行くなり。うん、なんでも基本真ん中だよね。やっぱ左みんな行くもんね。うん、あと今うろうろして何もしてないから、それぐらいなら乗った方がいい。これは。まあ確かに、テキパキね、うん。ハキハキとした動きはいいかもしれない。そっちの方が分かりやすい、味方が。ああ、確かにね、うん。味方からの見え方はあるかもしれないな。まあ、乗ったら死ぬと思うんだ、これ。は
はい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 、さっきの状況とか、この、うん、ここでずっとうろうろしてる、このここの位置でうろうろしてたけど、うんうんうん、知ると思うんだけど、味方からしたら死んでもらっても乗ってくれた方が分かりやすい時あるから、ね、特にこのレベル帯はそうだと思う。進めるタイミングかどうかっていうのをね、共有する意味でも乗るっていうのはすごく大事。なんかうろうろしてるけど乗んねえし、何してんだろうなっていう、うんうん、なるから、あいいよ、割り込みって乗ってもいいと思う。そうね。ああラッキー。お互いびっくりした。でもない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 。いいよ、ここでかなり、ね、メインはねすごいいいっすよ。うん、当てる。左来たね、今。後ろから来るよ。あ、後ろ来るぞ。声が聞こえてるかね、後ろ見ましたけど、ね、ああ、いるいる。ナイスですね。だいぶ待ったの。うーん、まあ、これちょっと不運だね。不運もありつつですけど、うん、なんかもっと死んでもいいから乗っていいかな。確かにそのタイミングは少ないかもね。もうちょい、なんだろう、うん、キルをいっぱい取ることじゃないんで、うん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 、目標って試合に勝つことなんで。そうですね、勝てりゃ別に死んでもかキル取れなかろうが関係ないんで、うんうんうん、まあこれはねよく言われてますけど、うん、あのやっぱキルデスは本当に関係ない、うん、上手い人たちが競い合うもんであって、うん、まあ動画とかのために、ね、そうそうそう、こんなキル取ったよって見せるだけであって、うん、勝ちゃ別にいいですから普通に。で取られると、ここに、うん、ここに来てリードされてしまいましたと。まあやっぱり守りの要ではあるから、はい、なんで取られたかっていうところ見ましょうか。うん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 。さあ、まあ、ここの進められ始めた。ここを守り、はい、握って。ここからの守りだよね。1、1で、3、3でしょ、今。うん。で、ここで1枚矢倉上で取ったっけ、確か。ここで、矢倉上で取ったよね。取った。ね、で、まあ、3、3なんですよ、まだ。奥に、2人目でね。ここ守りの要だから、ここ守んないといけないけど。右でいるから、全部右、今。うん。あ、まあまあまあいいよ、うん、高いところ取ってね、うんうんうん、だからもう、あーオリンの超もったいない、これ超今のシーンですね、これ多分この人、あ、こっち左敵ねえぞ、うん、そうね、真ん中まで来てないぞ、うん、はい、あ、降りれんじゃん、はい、降りて守れんじゃん、はい、で、降りるんですよ、この人、うんうん、口酸っぱく言われてる、このやっぱ左とか、まあここね、うん、この塀の上強いよ、このハイドラ、ここの守りはマジ強いけど、もったいない、これマジもったいない、これここだね、まあ焦ったのかちょっと分かんないけど、うん、まあ、まあ、ここの位置取ったならやべってしてる感じですね、まあ、見られてる可能性あるけど、うん、まあでもここもう守んないとリードされるんで、はい、もう帰るっていう手段はないんですよここで。そうですね、うん、あーいや降りたくなかったっぽいななんかあの感じ見るとあっってしてる。まあでもこの人守るとき、はい、ここ立つかあのこのレールのとこしか立たないんですよ。そうだね、見てるのは確かにそこだな、ここ、ここのレールのとこ、ここによく立つんだけど、はい、まあ臨機応変に違うとこ立ってもいいんじゃないって思うね、うん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 、多分このここ俺どうだろう、ミスか分かんないけど、うん、俺的にはあ守りの位置入りたいと思ってここいつもの守りの位置入りたいと思って降りたようにも見えるんだけど、うん、どうなんだろう、確かにね、なんとも言えないな、うん、まあ、そうも見えるね。まあ、いずれにせよやっぱあそこの確定で強い場所っていうのはもう、うん、それこそこのミュウサイさんのさ、うん、あの最初の作戦あんじゃん、うん、あれとあれの横に置いといてるんですよね、うん、この止めるときは真ん中に立つっていう、うん、もう常識と定石をで、どうにか延長には持ってきましたけど、あ、いいよ、そうそう、あ、これ初めてここ取ったじゃん、あ、ほんとだ、ここ強いよね、そっちも余裕で見えるし、今までで初めてここ取りましたよ、そこ強いですね、はい、いいっすよ、ミサイル、あ、左行くと負けです、左行くと負けです、はい、右が誰もいないんでね今これ、なるほど、はい、はい、これですはい、なんでしょう、だから、はい、勝つために、はい、これをしなきゃいけないってのが分かってない、試合中に例えば、はい、さっきリードされたじゃん、はい、あそこってもう、ま、守んないとリードされるのよ、はい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 、矢倉乗ってる敵倒さないとリードされるの、ボーダーラインだってね、あそこで止めなきゃっていう、うん、それが分かってないじゃん、まずはい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 、っていうのと最後も
リードするためには、うん、もうあそこ中央を押さない限り、うん、もう勝てないのよ、はい、この試合。そうね。だけど中央もう引いちゃって、うん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 、左寄っちゃって、うん、負けでしょ、うん、だからやらなきゃいけないこと分かってないのよ、うん、なるほどね。その場面場面でね、そう、うんうん、状況で、はい、でまあ、それってすごい難しいことなんだけど、はい、やっぱトライしてそこを負けるなら負けないと、うんうん、トライしないで負けてるから今、あ、そこはもったいないね。だから可能性を生み出してないわけだから。そう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 、あ、これはもったいないですよ、うん、ね、やっぱない0%よりもね、あるかよくわからない 1% とかの方が全然大事ですから。そう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 、なんで、はい、まあ、そこを、まあ動画撮れるんでこうやって、うん、見直すのもいいね。あ、もう自分でね、自分で、うん、あれこれなんでここ勝てなかったのかなと、うん、なんでここカウントこんな取られちゃったんだろうっていう原因を追求すれば、うんうんうん、まあそこで、あ、ここ戦わなきゃダメだったなとか、うん、分かると思うんで、うん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 、それやんなきゃダメだね。そうだね、うん、これはそれがそれ見れれば、でもむしろ分かりやすくはあると思いますので。そうだね、はい、あとは、うん、まあ矢倉きついと思うけど、うん、アイドラ他のルールより、うんうん、まあでもまあ SX 上がるぐらいは全然問題なくいける武器だとは思うから、うんうん、もう頑張るしかないね、こればっかりはね。まあちょっと向いてない、その矢倉に向いてない武器ではあるけども、うん、まあ愛があるならね、全然 SX いけると思いますんでね、うん、なんかね、もっと挑戦してほしい。矢倉いっぱい乗るとか、はい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 、ライン無理やり高く上げてみるとか、あ、テーマをね、そう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 、今日はちょっと攻め強くしてみようとか、うん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 、そういうの考えながらやってみて、で、あ、その攻め強くした時に、あ、こういう障害が出てくるんだとか、はい、あ、こういう状況で前出たら死んじゃうんだっていうのを、うんうんうん、もっと理解して、体で理解するね、うん、体で理解する、うん、矢倉ずっと乗ったんだどうなるんだろうみたいなのとかもやってみて、うんうんうん、あ、めっちゃ死んじゃったけど試合勝てたなとか、うん、そういうのも出てくるだろうし、ね、うん、矢倉だけ進んで味方が前出ないで、なんかカウントも大して取れなかったなっていう試合もあると思うし、うん、はいはいはい、まあ、そういう時はどういう時なのかっていうのを理解する。何が起きてそうなってしまったのか、ね、何が起きてそうなってんのか、はい、うん、っていうのを見るのは大事だと、うん、なるほど。なんでいろいろ試してみる時期なのかなと思いますけどね。なるほどね、うん、だからまあ逆に言えばこのターニングポイントを超えればめっちゃ成長できるというところですね。そうだね、うんうん、でございまして、さあ見ていきましたけども、うん、まあ、私も見てて気づいた部分がありましたので、うん、フージの気づきポイント、はいはい、ハイドラっていう武器だからなのかも分かんないんですけど、うん、まあ、味方をねちょっとカバーしてる部分は何回かあったんだけど、うん、基本なんかね一人で戦ってるというか、うん、なんか人、まあ、多分その最初にあった作戦のとことかも、うん、自分の都合で自分で行って、ああダメだったとかってなるんだけど、なんかもうちょいね味方に対してというか味方との動きみたいなのを研究するのもありなんじゃないかなと、あ、私は思いました。味方の足元に塗りつくるだけでも助かりますからね。そうそうそう、ほら、あの西崎もさ、あ、今打ってあげればいいのにってあったじゃん、うんうん、結構ああいう場面も多分ミウサイさんの中ではあそこで出てきたら打って倒してやるはあるんだけど、うん、味方が戦ってるっていうのが結構見えてなかった可能性があるから、うんうん、もうちょいなんかね味方との友情、うん、自分から味方へ、味方から自分への友情をもうちょっとね感じてみてもいいんじゃないかなと私は、はい、思いましたね。なるほどね、うん、私自身が苦手な部分なんでやっぱそこが、うんうんうん、それができるとハイドラは特になんかね陽キャ武器だと思うんですよ、うん、味方のためにを結構やんなきゃいけないというか武器な武器だと思ってるので、陽キャ武器なの、はい、陽キャ武器です。やっぱ陽キャってあの仲間のこと考えられるから、うん、やっぱなんで陽キャがすぐね飲み会に来るかって言ったら、うん、飲み会来てよっていう相手の気持ちを組んでいくわけよ。やっぱ陰キャって、うん、飲み会来てよ、いや俺行きたくないな、いやごめんちょっとね、いや何時から、あーちょっとまたごめん連絡するってやっちゃうのよ、うん、陽キャは多分、あ、行く行く、あ、でもちょっと途中から抜けるかもしれないけどみたいな、一回行くのよ。あ、なるほどね、足で稼ぐタイプ、ね、そうそう、一回行って、うん、っていうことができればなんで、はい、よくわかんないですけども、陽キャ武器になってます、気づきました、はい、私もありがとうございます。はい、というわけでございまして、はい、まあね、せっかく予習して、ね、はい、したアドバイスですからね、はい、ぜひぜひ皆さん参考にしていただいて、最後、うん、西澤君から格言、はい、お願いします。裏切りマンキーコング西澤学園になれ。ちょっと待って、
全部そうじゃない。いやいや全然どういうこと？全然、はい、どういうやっぱ俺って日本を代表するね、うん、チャレンジャーだと思うんだ。おお、聞いたことないね、うん、でまあまだチャレンジできてない部分たくさんあるから、はい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 、前出るだとか、はい、乗るだとかそういうのねガンガンやってってほしい。だゲーム強くなりたいから青森出るとかね、うん、そうだよ、うん、芸人やってるけどゲーマーになりたいからプロゲーマーになってみるとか、うん、そういうのをいろいろやってみろと。そう、試合中にねとりあえず試す。なるほどね。試さないでこれダメだって決めつけるのほんとよくない。あーまあそうね、そこで生まれるものあるから。それも前に言ったその YouTube の動画とかあるかもね、あの、うん、これ やっちゃダメだみたいなさ、うん、っていう固定概念が入っちゃってるというか。あ、ごめん、ダイナモンになろうの方がよかったあれダイナモンの方がチャレンジャー。ダイナモンもチャレンジャーなのよいやいや、どっちダイナモンもチャレンジャーなのよ。あの俺とダイナモンはね結構考え方が そこをね俺似てるなと思う時あるんだけど、はいはいはい、あの絶対これやったら死ぬなとか、うん、絶対これやったら負けるなみたいなのをやったりするからね、うん、一回そのもう知っててあえてやると、うん、そう確かめに行く。なるほどね。そうこれまずいぞーっつって、まずい、いやもう食わない、もう食わない、そうでももしかしてちょっとこっちの方はあまずい、うん、それをねやっぱやってほしい。まあ AA 体ですので、はいはいはい、まだそこも多分しっかり把握しきれてないと思いますんで、うん、なるほどね、うん、はい、まあまあそのやっぱ一番は体感してね、うん、覚えるのが一番ですからね。全部やってほしい、まず一回一回前突っ込んでみるのもいいし、そう一回もう櫓から離れないとかね、うん、何されても、うん、っていうのもいいですし、あとでまあ録画のこうやってできるんで、あ、それを、ね、見直すっていうのが、うんうん、いやもういいかなと思います。伸びしろだらけでございますので、全然メインはかなりうまく使えてたと思います。そうね、うん、うん、ハイドラの当てるうまさはめちゃくちゃあったので。そうだね、あとはもう立ち位置とタイミングと、はい、それがもう完璧にできれば、はい、SS プラスにはすぐ上がれると思いますんで、うん、頑張りましょう。ぜひ頑張ってください、はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。